だよ、本音だったよもう全部。本当に次こそ頼むよマジで。じゃあ妖精さんに入れとこう。オッケーオッケー。牛乳妖精。あ、死んじゃうよ牛乳妖精。大丈夫。あれ？あ、死んじゃうよ。死んじゃうよ牛乳。死ぬよ。あ、死なないんだっけこれ初日。死なないよ。バカ。バカやんバカ。お先くらまそろそろ今回死ぬだろう。初日死んでないの誰だ。天柱あたりが死ぬんじゃないか。突死ぬかな。やみしなぞ。寝起きが悪いだかもしれん。ペロン。誰それ？体してやろう。ファイブリさんね、びっくりした。俺かと思ったよ、もう。はい、さして、この流れは？ファイブリさん。いいぞ、いいぞ、いいぞ。まさかの。かぶった。どっちか。あ、かぶって。いや、そっちやった。いけいけいけ。つい。残念。ヤンミちゃん。はい。バカネズミだな、これ多分。ネズミだらけだな。で、クラマくんが死んで、あら、これバカでしょ、どうせ。で、本物だし。うわぁ、うわぁ、マジか。あ、じゃあ、結果聞きたいね。誰から聞きたい？誰か、誰がいいですか？誰でもいいよ。順番に行きましょう。緑でした。あー、僕は赤でした。あらあら。はい。あ、なんで、ハイブリさんの動きで緑が証明できれば、僕はもう、全然。OK です。ここはヤンミさんが緑でした。緑、赤、緑。ハイブリさんがパンダってことね。パンダね、うん、そうですね、うん、はい。黒黒のパンダが出てますね。緑、赤のパンダ、気色悪いな。色違い、色違い、色違い。ピカチュウのトラッパーで、ターの方です。トラッパーで、あ、はいはい、トータさん家に罠仕掛けて誰か引っかかってます。あ、多分それ僕です。誰ですか？ちなみに僕もトラッパーでトータスさん家に行ってますね。これどう、僕引っかかるんですか、この場合って。トラッパーも同速だから、うん、ピカクロスが仕掛けたのが先でそれを踏んじゃったってことになるね。同速の上行ってんじゃん。僕のやつピカさん引っかかってないでしょ。でも引っかかってない、私は。同時にはならなくて、なんか置けてないんでしょ、うん、あ、はいはいはい、あ、置けてない、置けてない。僕が引っかかったバカなやつですか。じゃあそうです。バカかどうかは知らんけど引っかかったんでしょ。引っかかりました。ハイブリさんから聞いた方がよくないですか。うん、あ、俺はね、どうしようかな。いや、俺証明でき、さっき言っていい。あ、てか俺が緑で見てるから、俺の、うん、見た役職と同じ仕様が入れば、こっちが新っぽくなるし。うん、そうだね、はい。僕言わないよ、緑の何かは。先にじゃあアルトニキとか。先、ごめんなさい。え、ハイブリさんが言った方がいいんじゃない？ちょっと待って、ハイブリさんが言った方がいい。あ、ごめん、いや、挑発、挑発。だからいつも挑発、証明できる。あ、なるほど。ちなみに緑挑発です。おぉ。新っぽい。まあいいや、もうバカ確定したから。ルックアウト、ヤミちゃんち、トータスさんとハイブリさん。あ、はい、確定ですね。でしたアルトです。はい、リンネさんはルックアウトしよう。誰の位置だったっけ。ハイブリさんの家行って誰も来ていなかった。バカ、バカだ。ネズミが2人行ってるからね。うん、ね、バカです。はいはいはい、うん、え、僕はポリス。バカ皆さん、ポリス。うん、はい、僕はハイブリさんが来てたから、ハイブリさんの挑発仕様によってバカになりました。え、うんうん、僕、ポリスで誰かに止められてます。あ、ヤミです。はいはい。トータス、ヤミさん、緑、ポリスで見えてます。あら。あら。あ、じゃあ、トータス、ヤミ、メイヤまでできなそうですね。まあ、ね、スナッパイ現状、スナッパイ現状、発動できない。で、俺は挑発を売ってないので出てない。
アルトリンネがルックアウトバッカー。はい。ルックアウトバッカー。新ルックアウトはもしかしたら車くんしかいないかも。まあ生きて使用してる中にはいないですね。ポリスがヤンミちゃんは確定なんですよ。うん、止められてるっていう主張が正しいし、トタさんのネズミもあるし。左遷、ゲンチョス君は何で見たんだっけ？僕は赤挑発で見てて。挑発なんだ。赤挑発見てるのか。ああ、なるほどね。挑発。いや、でも心身はないよ。ね、うん。スラパイゲンチョスの心身はない。そうで、まあトータスさんの主張的にもトータスさん死んで、まあスナパイさんが審議どうだろうぐらいで僕は今見ててって感じですかね。まあただ、うん、キルに関わってないんで一旦まあいいかと思って保留してる感じですね。僕はハイブリさんが能力使っても審議がはっきりするわけじゃないんか、うん、俺が出てないことを証明する人でいいんかってないよね。俺のところに来てない人が証明できる人が迷惑なだけで、うん、いや、うん、で皆さんを止めてるから、ね、僕止められてる。あ、ごめんごめん、アルトニキか。僕がヤンミちゃん家に行ってるのが見えてる感じですね、ブリちゃんが、うんうん、あ、薄いけどスナパイ県庁する両馬かトータスさんだけ死んっていうパターンの時はハイブリさんが本当にヤンミちゃん家行ってるケースがあるかな、うん、そうだね、うん、だその場合にもキルはしてない、まあ、そうだとしても、うん、挑発当ててるから、うん、はい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 、これつったらあかんの、だいぶ分かってきた。誰を、まあ、俺を今日ハイブリさん挑発、意味分からん、挑発してもらえばいいんじゃない。そうだよ、赤でも挑発してもあれやけど、いや、うん、その釣りは意味がない。なんで今梅健さんに1票入ったんだ。ペペペ、ペースな。あ、いやでもネズミ散るかな。隠し路になるかもせやるからな。ルックいないから今のところルックがいないので見られる心配がないから明夜かな。なんか来た。栗山ヤンミ俺止めに来た。いや俺出てないからバカって言います。おお、えインポリシンネズが死んだ感じかな。ポリス死んじゃん、うん、トータスさんがネズミでしょ。ネズミだね、うん、はいはいはい、うん、ここには絶対挑発入れてないだろうから、うん、はい、あ、これ僕バカですね。ヤンミちゃんのとこにトラップ仕掛けてます。ごめんなさい、一応ブリちゃんが嘘ついてた時の可能性を考慮して一応アルト出ました。ヤンミちゃんに止められました。はいはい、ハイブリさんが僕んちに多分挑発をやってると思いますね。だからハイブリさんこのターンキルはかかれない。はい、ピカクロス、ハイブリさんちにまだ仕掛けて誰も引っかかってない。ピカク、あ、なんでハイブリさん、ハイブリさん、キルされる可能性があるからだよ。キルされてもハイブリさんはキルされなくない？ない、だって俺赤現実さんから赤の結果が出てるから。そうそう、いや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 、される可能性あるあるある、普通にある。まあいいや、一応迷惑に挑発入れたのはピカクロス梅県のライン、ここが二陣街か、迷惑ん起点で、迷惑が止められてて相方1がリーネアルトのどっちかにいるかなって思ったから、うんうんうん、一応迷惑に入れてる、はいはいはい、めっちゃわかる、うん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 、ただね、まあ、そう今回ねヤンミちゃんに僕が仕掛けて貫通してるので、うん、誰も来ておらず、すいません、この中でヤンミちゃんに止められた人います？今日止められてないです。止められてません。そう、違うんです。僕以外に止められたって人がいたら僕と対抗なので、うん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 、で僕は止められてるからキルが取れませんっていう主張です。うん、はいはいはい、はい、できてると思います。まあ、リンネちゃんってなんだっけ、しよう、ルックアウト、ルックアウトです、バカです。初日ハイブリさんちって誰も来てないって言ってるから、はい、スナパイケンチョスがネズミで言ってるのに見えてないってことになってるって感じだね。そうですね、うん、今日のブリちゃんのこの結果から僕も今日から外出なくて済むので僕も出ませんって感じです。これヤミちゃんが誰か止めた、誰を止めたか証明はできないんですよね。証明はできない、うん、証明はできないけど、この中でそうヤミちゃんがトータスさんを止めるとは思えないので、だから聞いてます、うん、そう
まあ、まあ一応可能性としてスナッパイ現長さんの家に来てた場合は僕らは気づきようがない可能性はあるけど、まあね、今日、はい、人外保護してるから釣るよね。まあ釣りますね。青が釣れてない事情。そうだね。メイさんってなんだっけ。魔術師っぽい。俺はポリスです。今日どうした。今日はリンネさん行って出てこなかった。メイヤ君って青も否定できるか。てかね、ヤンミちゃん止められたり、ヤンミちゃん止められてて、いや青否定はできなくてボマー出られるから、魔術師は否定できる、ね、魔術師だけ、魔術師の否定だけか、ボマーは否定できないのか、うん、できない。スナどうした、はい、あ、リンね、自分がバカであることを忘れたバカで一回出ました外に、なのでベイヤさんはバカです。うん、まあそれはまあいい合ってる可能性があると思う。まあでも今の答弁でリンネメイヤーの赤赤は存在しなそうだな、はい、やっぱ、でも普通に単純に考えたらそうなると梅ピカがめちゃめちゃライン見えるけど、そうですよね。いやピカさんはね、俺さ、まあラインはあるかもしれないけど、ピカさんもよりは梅健さんの方がいいと思うけど、あ、いや僕視点がピカさんが本物なので、僕がバカなの守護命できて、他にトラッカーがいないので、トラッパー、トラッパーがいないので、2人梅ピカの視点でどこがインポスターっぽいか。リンネメイヤーあるくらい、そうリンネメイヤーあるとの中にいるとは思ってるんだけど、僕は止められてるのでないです。あとは現著さんがハイブリさんが挑発者って言った後の後からかぶせの赤挑発だったんで、現著さんも基本怪しいかなと思って。いやそれはわかります。梅健さんの視点はなんか白っぽく感じるけどな、うん、で梅健さんがバカトラッパーなんだったらピカが新トラッパーにしかならないから、うん、そう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 。いいシード誰釣る。名言のどっちか言ってほしいけど、言って誰で。いやいやいや、なんか僕は僕、あ、じゃあ僕とピカさんこれってブリちゃんが確実に緑挑発なんだから、ブリちゃんでよくない。ブリちゃん指定でよくない。いや難しい。いやいや別に、いやあるからいいだろ、そこは人の好みなんだから。え、ドルどこ行くんですか。リンネさん、カメヤさん行きたいけど。そうだね、じゃあ任せます任せます。え、俺ってさ、誰からもさ止められてて初手の経緯も分からないんですよ。皆さん絶対ないだろ。青かんない。いや、あると思う。全然あると思うよ、俺。いや、赤。怪しい。青なんだ。どこ釣ってくるんだ。まあまあ、まあ、どうなん。誰だろう。どこなんだろう。ピコちゃん。青かよー。ピカ釣られるかな。梅剣梅ピカどっちに置かれてっかな。どっちかだと思いたいけどな。村に置いてるか、あいつワンチャンあって。俺はい、誰が死にますか。置けてない。メーヤー置けてない。ああ緑挑発。ああやっぱそうやな。って本物じゃないこれ。うんうんうん、そうだね。情報を落とせる方。僕はバカなので出てないので無理。ピカさん情報欲しいです。梅健さんちしか来てな。あ、俺引っかかってない。俺ピカさん実践。ピカさん新確定してるから。はい、現著さんを今日落としたいとリンネは考えている。いやです。わかるわかるわかる。いやですいやです。リンネ様のその現著数赤で精査するのであれば、僕のもう一人の相方位置がどこになるかを見てほしいです。アルトさんじゃないか。じゃあそしたら青位置どこですか。青位置か。ないですね。僕目線だとピカ梅剣赤赤のアルトリンネどっちも青ありえるっていう状態。どっちもはない。明夜君がゴーストだからどっちもはない。あ、どっちかに1人いる、うん、だからその目線は正しい。はい、だから僕はピカ梅剣を、まあ、釣りをしたいんですけどって感じですね。多分ね、いや関係ない、それね、多分そっち目線僕が青があるから
うん、梅健さん案はあると思ってる。でも梅健さん目線、多分ね、現著作ピカクロスの対抗なんだこれ多分。いやだからその凛音さんに今現著作アルトの赤の否定の場合に青がどこにいるかっていうので、梅健が青があるよっていうのが成立する以上、現著作アルトの二両否定にはならないから。あ、じゃあ現著作の、白要素を上げるとしたら、今ここまででバカが存在していないので、僕がバカにしかなりえません。それはそう。あ、いや、右のログを見ればわかります。いいです、もうわかりました。いいです、いいです、サバイバーです。あ、あると。まあ、オッケーです、オッケーです。もういいです。青使用します、ちゃんと。サバイバーです。あ、はい。まあ、でも、どのみち、青は釣れないからな、ここな。現著さんが本当に。いや、現著さん入れるしかないな、でも俺は。だから、僕目線、うん、僕とリンネさんがバカで、アルトさん、サバイバー、赤赤が梅健さんとピカさんで。うんうん。いや、ただ、赤トラッパーのピカクロスさんにはあまり見れてないのよね。でも、それ以外、バカの数とかが足らないので。ただ現著さんが確かにアルトさんが青だったとき、現著さんの相方位置が見えない。現著さんが、まあ実際リンネさんと僕がバカがあるから2バカ、2バカ、2バカ。 あとはそのアルトさんの青仕様が嘘のパターン、その場合は 青の人出てきてください。梅健さんのその主張だと、梅健リンネバカバカアルト青だとした場合、初日ピカさんはトラップをしてて、まあ、どこでもいいんですよ、キルができなく、現著さんネズミをしやっていってキルできないので、じゃあ1日目のクラマ君キルって誰になるのってなっちゃうんで、梅健さんのそれ破綻ですね。あ、まあ、とりあえず現著さんにしかないんで、とりあえずもう現著3人しか僕は入れれないので、まあお互いの主張これ結局同じだから、これぶっちゃけて言うと多分ピカクロス梅剣とリンネ現著数が同ラインだと思ってるから、僕を倒し込んだ方が勝ちだよ。そう結局変わんないんですよ、もうどんだけ相手を論破しようが。うん、アルドさんがサバイバー使用した時点で だって他青出てこないんですよ。わかりました、現著さん。そうですね。え、あ、まあいいか。いや、わかります、わかります。現著さんの主張はすごくわかりました。アルトさん、いや、現著さんに入れましょう、マジで。僕の台、僕、乳首6個あるんですけど、4つまでだったら絞っていいんで、マジで。本当に。どういう交渉だ、それは。お願いします。投票しますね。ピカさんに投票します。はい、お願いします、現著さんに。はい。まあ、最悪5個目もいいです。頼む。絞るか。面白いないものってやんな。どうですか、ちょっと絞りたくなってきましたか。任せます。あっ、そう、うん、そう、なんでだろう。俺のナイス、くそ。まだこの日あるから、ね、まだワンチャンあるんで。現著しないよな。どっちが死ぬかな、牛乳の妖精を。どっちを殺す、え、どっち殺すんだ、どっちはどっちだ、どっちを殺すんだ。どっちだ。どっちが死ぬ。リンネさんが死なんだろ、現状すだろ死ぬの。まあ梅健殺さなければいいんですけど、俺が。まあ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 、はいはいはい、まあこれでね、僕はアルトさん信じるしかないんで、もうアルトさん、さっきはまあワンチャン第5までって言ったんですけど、もういいです、もういいです、もう誰も触ったことない第6まで触らせますもん。どこまで解放してるんですか。第6まで、もうこれが最後です、もう。わかりました。まあ長引かせてもしょうがないもんな、これな。第6まで出します。もう出せるもん全部出しました。
あと出てくるのは牛乳だけです。うん、分かった。アルトさん頼みます。分かりました。決めました、もう。サクッと。頼む。妖精は。行きましょう。よっしゃー、なんで俺だろう。嘘でしょ。さすが。マジかよ。サクッと行きましょうね。さすが。第6まで出したかいが。これ多分幻聴巣と俺になっても俺の勝ちなんだよね、多分ね。ピョーンって飛んでいくから幻聴巣が。グッドラック。たまよおふざけんなよおいおいいや、すごいありがとう、ごまかしありがとう、ナイス、すごい、うまいわ、素晴らしいよ、これはうまいわ。いや、全然考えてなかった。襲撃しに行ってもどうせ死なないもんなと思ったからな。11人になると一気にむ。